以号第16潜水艦は、大日本帝国海軍の伊16型潜水艦の1番艦。1937年の第3次海軍軍備充実計画で建造が計画され、1937年9月15日に三菱重工業神戸造船所で起工。1938年6月1日、艦型名が伊16型に改正。1938年7月8日に進水。その後呉海軍工廠に曳航されて移動した後、偽装作業が行われ、1940年3月30日に竣工した。竣工と同時に横須賀鎮守府籍となり、横須賀鎮守府部隊所属となった。11月15日、伊15と共に、第6艦隊第1潜水船隊第1潜水隊を編成した。これは、波1型からなる先代の第1潜水隊が、所属艦の除籍により1929年4月1日に解体されて以来4代目となる。太平洋戦争開戦時には第6艦隊第1潜水船隊第1潜水隊に所属。1941年11月18日、伊16は呉を出港し、倉橋東亀が首に移動。同地で特殊潜航艇降標的を搭載した後、真珠湾攻撃に参加するため19日0215に出港。12月7日、真珠湾入り口南西7海里地点付近に到着し、0042に横山正治中尉、上田貞治東兵曹が乗り込んだ降標的を発進。搭載艇は脱出する米系巡洋艦セントルイスを来撃するも魚雷は、サンゴ礁に命中し爆発。その後護衛の駆逐艦の反撃で撃沈された。伊16は会合点であるラナイ島西方に移動し、12日まで搭載艇の帰還を待った。20日、クエゼリンに到着。25日にクエゼリンを出港し、1942年1月3日に横須賀に到着。その後、呉に移動した。2月1日、第1潜水隊は、伊15、伊17を第2潜水隊に転出させ、第2潜水隊所属の伊18、伊20を編入した。3月10日、第1潜水隊は第8潜水船隊指揮下となる。16日、伊16は横須賀を出港し、呉に移動。4月16日、第1潜水隊の両艦、伊10、伊30と共に、高専艦隊を編成し、呉を出港。18日、同リットル空襲を受け、小笠原諸島北方沖にいる、米機動部隊の迎撃のために、北東へ向かったが、空振りに終わった。27日、ペナンに到着し、水上規模管理指針により運ばれてきた、降標的を搭載。30日、伊30を除いた部隊は、特設巡洋艦報国丸、愛国丸と共に、ペナンを出港。5月5日、10日、15日に、報国丸、愛国丸から給油を受けた後、2隻と分かれた。17日、波浪により、左舷機関室に浸水。20日、伊10の搭載機がダーバンを飛行偵察。30日、伊10の搭載機が、マダガスカル島、ディエゴスアレスを飛行偵察し、戦艦1た多数の艦船の在泊を報告してきた。31日1740、ディエゴ・スアレス港の攻撃を行うべく、伊16は、ディエゴ・スアレス沖10海里の地点で、岩瀬勝助少尉、高田中32等兵曹が乗り込んだ、降標的を発進。搭載艇は発進後消息不明となった。6月6日、南緯15度42分東経40度58分、南緯 15.700 度東経 40.967 度、マイナス 15.700 40.967 の地点で、ユーゴスラビア貨物船スザックを発見し、砲雷撃により撃沈。8日、南緯 16度12分東経41度00分、南緯 16.200 度東経 41.000 度、マイナス 16.200 41.000 の地点で、ギリシャ貨物船、アギオス・ゲオリギオス4を発見し、砲撃により撃沈。12日、南緯16度12分東経41度00分、南緯 16.200 度東経 41.000 度、-16.200 41.000 の地点で、ユーゴスラビア貨物船スペタルを発見し、雷撃により撃沈。17日、報国丸、愛国丸との会合点に到着し、燃料と食料の補給を受けた。7月1日、南緯17度00分東経40度00分、南緯 17.000 度東経 40.000 度、-17.000 40.000 の地点で、スウェーデン貨物船エクナレンを発見し、雷撃により撃沈。26日、ディエゴ・ガルシア島を偵察。8月10日、ペナンに寄港し、26日に横須賀に到着して整備を受ける。10月17日、E16は横須賀を出港し、11月2日にショートランドに到着。4日船300、水上規模艦千代田により輸送されてきた高標的を搭載し、E24と共に出港して、インディスペンサブル海峡に進出。7日0600に発進地点に到着。11日0349、発進準備中に、米 PT ボートを発見したため先行。0421、エスペランス岬沖11海里地点付近で、八巻定時注意、橋本良11等兵曹が乗り込んだ、高標的を発進するも、搭載艇は、発進時に、舵が破損し、3分後に操舵不能となってしまう。その後、搭乗員は浮上した艇を、地鎮処理した後、ガダルカナル島に泳ぎ着き上陸した。13日、第三次ソロモン海戦で大破していた戦艦比叡が沈んだかどうかの確認と、沈んでいなければ雷撃処分するようにとの命令を受け、比叡が放棄された海域に向かったが、比叡の姿はなく、沈没したものと判断された。その後、ショートランドに戻った。搭載艇からの雷撃を受けて炎上する、アルチバ座礁して炎上する。アルチバ16日、E16は、再度高標的を搭載して、ショートランドを出港。28日、サボ島沖21海里地点付近で、外広少尉、生間新作2等兵曹を乗せた、高標的を発進。0816、ルンガ岬北東2700メートル地点付近で、搭載艇が、米貨物輸送艦アルチバを発見し雷撃。同艦を撃破した。撃破されたアルチバは、沈没を防ぐため砂浜に格座されたが、その後4日間にわたって炎上した。搭載艇は、その後消息不明となる。E16はその後、ショートランドに戻って、高標的を搭載し、再度ショートランドを出港。12月13日、サボ島沖21海里地点付近で、角吉見中尉、矢作敏夫2等兵曹を乗せた、高標的を発進。搭載艇は夜明け頃に米病院船ソレースを発見。その後、米駆逐艦を発見し雷撃するも命中しなかった。その後艇は地鎮処理され、搭乗員はエスペランス岬付近に上陸した。E16はその後トラックに移動した。1943年1月6日、E16は輸送物資を搭載してトラックを出港。13日、エスペランス岬沖に到着して、ドラム缶入りの輸送物資をダイハツへ積み替える準備を行うが、米哨戒機の哨戒が厳しく、陸岸からダイハツは来なかった。このため、やむなく輸送物資をすべて海上に投棄した後、出港し、ラバウルに移動した。その後、容器入りの輸送物資18トンを積み込み、ラバウルを出港。25日に、エスペランス岬に到着し、輸送物資を下ろした後出港。ラバウルに戻った。その後、輸送物資入りのドラム缶30個を含む輸送物資40トンを搭載して、ラバウルを出港し、4月1日にライに到着。輸送物資を下ろした後出港。2日、潜航中に同じく潜航していたE20と接触事故を起こすが、損傷は軽微だった。その後ラバウルに寄港し、16日に横須賀に到着して修理を受ける。この時、14センチメートル砲が取り外されたほか、魚雷も2本を残して陸揚げされた。8月9日、第1潜水隊は第1潜水船隊に編入。9月21日、E16は横須賀を出港し、トラックに移動。25日、第1潜水隊の解体に伴い、第2潜水隊に編入。その後、E16は輸送物資を積み込んで出港し、10月17日にニューギニアの塩に到着。輸送物資を下ろした後出港し、ラバウルに到着。その後塩輸送を1回行った。その後兵士30名を乗せて出港し、11月2日に塩に到着。輸送物資を揚陸した後出港し、ラバウルに戻った。その後塩輸送を2回行った。24日、ラバウルで遠藤喜一中将以下第9艦隊首脳部及び輸送物資を乗せた後出港し、27日に塩に到着して輸送物資を下ろした後出港し、30日に上枠に到着して第9艦隊首脳部を下ろした。その後出港し、ラバウルに戻った。12月25日、ラバウルで停泊中、空襲を受けて損傷したため、出港。トラック経由で1944年1月1日に横須賀に到着し、修理を受ける。15日、第2潜水隊は第6艦隊付属となる。3月15日、E16は第15潜水隊に編入。3月17日、E16は横須賀を出港し、トラックに移動。5月14日08:00、米袋入りのゴム袋複数を搭載して、トラックを出港し、ブインに向かう。その後、22日に船に、ブイン到着予定との報告を最後に、消息不明。アメリカ側記録によると、14日に、E16から発信された暗号を傍受し、解読の結果E16がブインに向かっていることが分かったため、米護衛駆逐艦イングランド、ジョージ、ラビーの3隻からなる対戦部隊が18日に哨戒を行う。19日、ソロモン諸島北東沖を浮上航走中の潜水艦を哨戒機が発見し、対戦部隊に通報。対戦部隊は現場海域に急行して哨戒を行った結果、1335にイングランドが潜航中の潜水艦をソナー探知。1341からイングランドはヘッジホックを24発ずつ、計5回投下。うち2回目と5回目の攻撃でヘッジホックが爆発する音を聴取した。5回目の攻撃後の1435、水中で大爆発が起きた。その爆発は凄まじく、爆発の衝撃でイングランドの艦尾を15センチメートルほど持ち上げるほどだった。爆発から最初の破片が浮かぶまで20分かかっていることから、爆発は水深150メートル以上の深さで起きたと判断された。部隊はコルク片、木製甲板の破片、キャビネットの破片、米袋入りのゴム袋など、潜水艦のものと思われる破片が浮かび上がるのを確認。爆発から1時間後には重油が漂うのを確認し、翌日には幅 5km、長さ 10km の重油の帯が漂っていた。これがE16の最後の瞬間であり、艦長の竹内義孝少佐下乗員107名、全員戦死。沈没地点は、チョイスル島北端、アレクサンダー岬北東140海里地点付近、南緯05度10分東経158度10分。南緯 5.167 度東経 158.167 度、マイナス 5.167 158.167。6月25日、ソロモン諸島方面で亡失と認定され、10月10日に除籍された。撃沈総数は4隻で、計 17,732 トンに上る。また、輸送艦1隻、6,198 トンに損傷を与えた。艦長たちの軍艦誌416から417ページによる。ありがとうございます。